どうも影やんです。今日はですね、不安になったらということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、こうね、なんかこう不安になったりとか、えー、恐怖を感じたりとか、えー、したらですね、えー、何かしらの行動を起こした方がいいというふうに思います。 というのはね、えー、不安になったり恐怖を感じるということはですね、えー、闘争闘争本能が働いているということになります。この闘争は戦う闘争と、えー、逃げる闘争です、ね、の反応ということです。えー、つまりこういうはん、えー、闘争闘争本能が働くということは、えー、自律神経の 交感神経が働いている優位に働いている状態になるんですね。でなぜ交感神経が優位に働くかというとですね、行動を起こさないといけない状態になっているからということですね。なぜとえー、とえー、逃げない、えー、あの行動を起こさないといけない状態になっているかというと、その昔ね、えー、狩りをしていた時代。 人間が狩りをしていた時代です、ね、基本的に男性がですね狩りをしていた時代にですね大きな動物というかちょっと危険を感じるような動物にこう出会ったり,たりしたらですねその闘争闘争本能が働いてです、ね、交感神経が優位に働いてその行動を起こさないといけないんですね結局その敵に対してその戦うか逃げるかというどちらかの選択をしないといけないんですね。そのために恐怖を を感じるようになるんですね。で、恐怖を感じて、えー、交感神経が優位になって。 行動をすぐ起こせるような状態にしてで、えー、逃げるか、えー、戦うかそうしないと自分があの殺されてしまうというか死んでしまう状態になっちゃうんで、えー、どっちかをしないといけないという状態になるんですねでそのためにねあの恐怖があるという風に考えたらいいんじゃないかなと思いますだからその不安を感じるとかね、えー、その恐怖を感じるまあ、不安やなと思ったりするっていうことは、えー、行動を起こすタイミングである とととも言えるということですねだからあの行動を起こした方がいいんですけどもです、ね、現在はです、ねえー、不安を感じても、ねえー、何をもうしなくても何とかなるというか、あのー、その不安を感じたまま、えー、行動を起こさない状態でもその別に死ぬことはないという状態なんで、えー、そのまま行動を起こさない人が、えー、いると思うんですけどもそれやとね あのー、やっぱりその行動を起こせないということはやっぱ不安がたまるんですねあ不安であのストレスがたまるんですねで行動を起こしてる人っていうのはストレスがたまりにくい状態になっていると、えー、いうことが言えると思いますだからその例えば不安になるってこう健康の不安がこうあったらですね、えー、その健康になるためのね、えー、行動を起こすようにしたらいいですし例えばお金の不安があったとしたらですね そのえー、お金稼ぎの情報を集めるという行動を起こすということをしたらいいんですね。で何もしないとですねやっぱ不安がこう高まって、えー、交感神経が優位になってんのにそういう行動を起こさないことによってストレスがたまってより悪い状態になるということになると思います。ということでですね、えー、不安になったらですね、えー、行動を起こすタイミングやと自分が不安になってるのはまた何かせした方がいいっていうふな状態に体がなってんやなと、えー 思うようにしたらいいんじゃないかなというふうに思いますということで今日は不安になったらについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます